城西国際大学、アナウンスゼミ4年生の上野健太です。私たちアナウンスゼミは、実際に街頭に出て街頭アンケートをしたりとか、あとは、学校の、学食の場を借りて、食レポをしたりしています。私たちが今回発表するのは、今の若者が知らない、シベリア抑留ということを、エピソードやナレーションを交えたりして発表します。シベリア抑留とは、1945年の戦争が終わった後に、日本人の難民が、シベリアに実際に抑留されて、そこで強制労働させられるということです。大変だったことは、実際に抑留を体験した、方のインタビューをさせていただいたりしたことだとか、まあ、あとは一から、自分たちで制作をしたので、そこが一番大変だったかなです。今の若者たちが知らない、シベリア抑留という、事件ではないんですけども、ということを、自分たちエピソードナレーション交えて一生懸命作りました。ぜひご覧ください。